百瀬。振り返った拍子に勢いよく回りすぎて一周しちゃうタイプ。百瀬の声が聞こえたような。そのまま。早く会社行きんや。主任、今朝からずっとメッセージの既読がつかないんだ。あ、主任のスマホ、どういうこと。百瀬。あ、主任。あ、いえ、主任のスマホが。スマホならここに。主任のスマホ修理しないんですか。いろいろあって買えない。白桃の成長日記。フォローします。僕も。主任は。アイス半分食う。いいんですか。水族館にいる生き物を題材にしたクイズなんてどうでしょう。それいいですね。ありがとうございます。泳ぎが得意で立って歩く水族館にいる生き物はなんだ。カッパ。カッパ。新しい上司にも恵まれて。死ぬほど胃が痛い。大丈夫か。カバン。すみません。うん。あと10歩だぞ。頑張れ。はあ、いつちょっと治った。夕日が綺麗だった。元気が出るかと。元気出ました。よかった。このスマホの傷さ、百瀬の転職初日についたんだ。焦りすぎて落とした。でもこのスマホと同じように傷ついて転職してきたんだと気がついて、このスマホがちっちゃい百瀬に思えてきた。そんでこのちっちゃい百瀬も本物の百瀬もこれ以上傷つかないように大事にしてあげたいって思ったんだ。主任。重いよな。すまん。すごく元気出ました。百瀬てめえやめてんじゃねえよ。ワンコールで出た。邪魔なやつだって上司に思ってないです。大事な部下です。相当バカな上司だな。主任がバてな上司がいたおかげで城崎主任という最高の上司に出会いました。これから家まで行くから覚悟し。電話を切る直前、家まで行くから覚悟しろって叫んでた。百瀬、俺ん家住むか。今日からいいんですか。俺と主任の同居生活はこうして突然スタートした。